あれ？あれ？はい、どうもプロさんです。やっほー。ということで今日は珍しく旅行ブログでーす。今夜の10時半でちょっとテンションが低いんですけど、今から4日間シンガポールの旅行ってきたいと思います。シンガポール、日本人が行きたい国第2位ぐらいなんですけど、初めて行くんでちょっとどんなもんか、ちょっと今日は有名なあの船が上にあるホテル泊まるんで、ちょっとね、どんなもんか思い出作りに、はい、ブログ的な感じで行ってきたいと思います。じゃあ行ってきまんぴー。ここ羽田国際空港、夜の旅行はテンション上がりますね。すごい、なんか民族が歩いてます。ああ、はい、絶対ここや。あ、え、ここじゃね。今日はなんかグローバル Wi-Fi っていうのを撮るみたいです。そんなに、ここじゃないかな。妹、の Wi-Fi よりいいんだ。へ、そうなんだ。はい、いつも応援します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、視聴者に幸運を祈られました。やるじゃないか。本日ちょっと今銀行で下ろしてるんですけど、7万円でちょっとシンガポールカジノもあるみたいなんで、いろいろ考えて7万円で、7万円が手に入れましたね。これで余韻にしたいと思います。すごいね、このラウンジ。空港であと1時間ぐらいあるんですけど、ラウンジに来ました。眠いもん、もう今11時半ぐらいです。で、ラウンジでこちらご飯です。私のご飯と鶏前肉、こちらのご飯、レイナさんはそれです。何だこれ、これ、うん、やっぱりな、香料が入ってたもん。甘いっていうか、若干苦い。うん、サラダチキンより美味しい。変なもん入ってなきゃいけないですけど、うまい。やるじゃないか。今回はちょっとビジネスクラスで、すごいです。なんかイヤホン回ってくらいの、そして今座ってるんですけど、足をこうやって伸ばせます。そして映画見れます。なんでちょっともう12時で眠いんで、ちょっと AV 見て寝たいと思う。シンガポールではお会いしましょう。めっちゃすごいです。ここの人こんな感じで、すごい布団代わりだこれ。ちょっと硬いけどちょっとひんやりして気持ちいいですね、布団があるんで。はい、これ寝たいと思います。バカやな。ということで、おはようございます。今時刻、まあシンガポールで5時半、5時間かけてやってきました。ということで、今から魔の苦手な入国審査行ってきたいと思います。いや、シンガポール空港めっちゃ広いです。すごい、すっげーショッピングモールの中に水がありますね。うわ、これは、うわ、高級シャウメット、そしてフブロット、すごいね。すごい、高級品ばっかり。あそこの GUCCI もあるし。心の準備をしないと。すごいな、この下からの。すごい、緑もいい感じですね、ほら。ここが噂のあのホテルに来ました。ちょっと外から見てみたいと思います。このホテル
すごいな。ちょっとホラーバイブス上げな。ということで、いや、おー、皆さんおはようございます。で、ここシンガポールなんですけど、やっとこちらのホテル2091サンベイチなんちゃらマリーナに来ました。なので、テレビでよく紹介されてた上に船がついてるホテルの中身どうなってるんでしょうか。皆さんも多分気になると思うんで、俺もちょっと、はい、気になってるところがあるんで、ちょっとルームツアーってことで行ってきたいと思います。まず、はい、このカード2つ穴が開いてるんですけど、まあちょっとね距離が違うんですけど、行きたいと思います。はい、開けました。そしてドアを開けると、じゃーん、大理石でツルツルピカピカでございます。そしてシンガポールはね、すごい暑いんで、気温がだから、こういうツルツルピカピカのところがあるともうすごいいいんですよ。鏡がこんな感じなんで、まあフィジークとかボディービル大会出る人はね、コンテスト用にポージングとしていいと思います。ちょっと僕も軽くですけどやってみたいと思います。に向かってあとポージングすると、ちょっと変なところ潔癖症で、この海外来た時はこのコルゲート、はい、とあとこういう歯ブラシ使うの気が済まないんだよね。家は電動歯ブラシなんですけど、コルゲートって歯を結構白くして、なんか気持ち悪い、なんか気持ち悪いやつらも今いるんですけど、すっごいね。これシンガポールのホテルってすごいシンプルで、ここは大小とかなくてこう押すだけでいいみたいですね。自動ドアとかじゃなくてもうダイナミック。そしてまあちょっとホームシックな時にお母さんに電話するみたいですね。はい、絨毯のこの模様もいいですね、これ、はい、スーファミのマリオカートのコースみたいな感じで、お子様もこうやってね指でなぞって時間潰せますね。ここね、こんな感じで、はい、でレイナさんがぐっすり寝てるんですけども、そしてここが、まあ、カップヌードル、はい、食べたくなった時デブが食べるようですね。そしてこれがすごいチョコ、これも珍しいチョコですね。ちょっと見てみたいと思います。ちょっと膝にこうやってちょっとしゃがんだ状態で見てみたいと思います。これすごいですね。なんか似てないですかね。えい、テレビがありまして、でここのホテルサンベイチマリーナの、はい、なんかキャラクターなんでしょうかね、こちら。はい、ちょっと失礼して、はい、こんな感じでモヒカンに仕上げましたね。そしてここにウサギが、はい、いますんで、まあこうやってね一人で泊まった時も寂しくないように、こうやってウサギちゃんがここにピョインと、そしてクマもポイント、そしてこちらのなんかハート持ってるやつもポイント、そしてその上にここベランダがマジですごいです。じゃあ開けてみたいと思います。これが半端じゃない。目の前に桜の木がバーってあってからの、いきますよ、バイーン。ちょっとね、なんかシンガポールのこの景色ってなんか曇ってんだよね、常に。こっからでっかい貝みたいなやつ。そしてあれすごくない？なんかモンスターハンターの世界とか出てきそうですよね。でっかいなんかキノコみたいな植物園みたいですね。うん、でシンガポール、まあこんな感じですごいちっちゃい国みたいなんで、シンガポール。だからもうほんと手元で
なんかもうちょっと行けばシンガポール全部満あれちょっと待ってホテルサンベイチなんじゃらそう名前は後で調べておきます、はい、こんな感じでした以上はい、あ、プロダン捜索隊でしたありがとうございます、はい、じゃあ次はちょっと噂の屋上のちょっとプリキってやりますじゃあ行ってきますバイバイマリーナベイさんの屋上来ましたすごいなんかねあいにく天気が曇りなんだよなここシンガポールって常にすごいこんな広い広としてるんですすごいねこれちょっと泳いで入っていきたいと思います結構冷たいこれマジかそう待って、俺かけてみるいや、俺ちょっと入ったやつ冷たいうわ、冷たいいいねあー、でもないあー、気持ちいいこれおうわ、いいねはい、こんな感じでおーすごいこれ泳いでるように見えるみんながそしてここがはいこうなってドゥーンとこうなってましたすごいこれは安全だね確実にそしてあっちからあの船のウィーンっていう形でうおこうなってたんだよチキンライスじゃあいただきますお米がパラパラです